南口東船橋駅は千葉県船橋市東船橋2丁目にある東日本旅客鉄道総武本線の駅である。運行系統としては観光線を走行する総武、観光線が停車する。駅番号は JB32。当駅は地元の西岸駅として1981年10月1日に開業した。開発約16メートルの台地に 5番路目上に区画整理された駅を中心に、千葉県立船橋高等学校、船橋市立船橋高等学校、船橋警察署、船橋税務署などの利用者が往来する完成な住宅街である。観光線を走る、中央、総武線各駅停車及び、地下鉄東西線の一部が停車する。島式ホーム一面二線を有する地上駅で、京上駅舎を有する。 駅の建設が1981年と比較的新しいため、駅前に規模の大きなロータリーがある。平日ラッシュ時に限り、各駅停車ホームから地下鉄東西線直通列車が運転される。JR 東日本ステーションサービスが駅業務を自宅している船橋駅管理の業務委託駅、追加対応自動改札機、指定席券売機設置駅、 2018年2月3日からは、始発から午前6時45分までの間は、遠隔対応を行い一部の自動券売機が稼働している。新ケミ川駅や西千葉駅とは異なり、乗車駅証明書発行機は設置されていない。2020年度の1日平均乗車人員は16,901人である。JR 東日本及び千葉県東経年間によると、 開業後の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。駅周辺は閑静な住宅街となっている。千葉県道9号船橋松戸線につながる市場通り沿いに商業施設が点在する。船橋警察署、千葉県立船橋高等学校船橋、新京成バスが運行する路線バスが発着する。京成バスシステムが運行する路線バスが発着する。 出展広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。